お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのネクロドラフトチャレンジ運命の2択やっていきたいと思います。ということで、こちらね、先ほど始まりましたドラフトで、まあクリアするとね、なんか可愛らしいプリンスからの実は露服でしたっていうような、なんか面白いスタンプもらえるので、皆さんもぜひやってほしいんですけど、まあこれは簡単ですね。ただただドラフトでネクロかダクネどっちかが、まあ、手に入るよねっていうモードらしいんですけども、まあ、そんなネクロ取ればええやんっていう、まあ、ダクネとネクロはね 100-0 でネクロの方が勝つので、まあ、ネクロ取ればええやんって話なんですけど、なんかね、さっきやったらバグなのかネクロを2回選べたんですよ。だから手札4枚のうちの2枚がネクロになるっていうすごいことが起きて、いやこれもうね、ネクロ取ってください。どれだけダクネのことが好きでもね、どれだけダクネのことが好きでもね、はい、ネクロ取ってください。それだけです。はい、いやね、もしかしたらそういう仕様なのかバグなのか分かんないけど、基本ネクロ取ればそれで解決します。はい、あーでも今回はね、これで相手には多分ダクネがいってんのかな。うーん、いや両方手に入るやないかい。らしいです。はい、なんかダクネとネクロどっちかが自分どっちかが相手とかだと思ったんですけど、そんなこともなく、まあ両方とも相手に行くこともあれば、両方とも自分のことに、自分のモデルに、ね、来ることもあるっぽいです。まあ基本的に、ダクネはあんま取んない方がいいですね。ダクネ譲って、まあネクロも取れるならいいんですけど、僕らのなんかさっきのバグなのか仕様なのかわかんないけど、多分バグっぽいけどね。もし相手にネクロがいる場合に、ああ、やっぱ自分も取れるんだな。これ、そういうモードっすわ。ネクロが2枚います。はい。なので、自分にネクロが2枚来る可能性もあれば、相手にネクロマンスターが2枚来る可能性もあります。ということは、ダクネ取った方は結構大きなハンデを負うことになるので、ダクネはね、取らないようにした方がいいのと、あとは、このサブカードで結構強いのが、多分この、まあ、アイシリーズと、あれですね、アイゴレ。そう、でもアイゴレがこのネクロダクネ系に対して全部こう優秀なので、まあ、アイゴレも取れそうだったら取った方がいいですね。うん、積極的に。だからもう手札毎回デッキある程度一緒で、もうアイゴレネクロ、まあそんな感じかな。まあ、だからダクネネクロいるから、入り物とかも別にそんなにおすすめではない。そう、だから相手も僕にね、送ってきたのかもしれないんですけど、まあ、今回のモードはなかなか、なんか今までのクラロワをぶっ壊してますね。その同じカードデッキにカード2枚入れれるっていう。だからそんなんさ、今はないけどね、簡単に言ったらロイジャイ2枚とかスケルトン2枚とか、何が2枚いたら強いんだろうね。なんだろう、そう言われるとむずいけど、いやーもうこれ 100-0 ですね。はい、どれだけロリコン好きで、あのおっぱいもね大きいダクネの方がいいとかいう人がいても、もうどれだけね、もう悲しいおばちゃんネクロ取ってあげてください。はい、ゴレネクロ組めば強そう。で、ウィザードも確かに強いね。だから、スケドラとかの、こういう脆い系を取ったら良くないですね。ネクロに弱い脆い系は全部相手にあげてください。いやー、もう両方脆いやんけっていうのは、まあ、どっちでもいいんじゃね？はい。さあ、ということで、相手もネクロ持ってんのかな？もう本当にネクロに対して強いカードを取るのとネクロを取る、それだけですね。はい。簡単です。シンプルです。まあ、ゴレネクロ組めば強そうじゃないっていう。まあ、ウィザードとかも厄介だよね。ネクロメタを取りつつ、みたいな。ネクロならね、みんな序盤のカードだから、みんな知ってると思うんだよね。さあ、ダクネ。いや、でも、絶対ネクロ2枚になることあるはずなんですけどね、これ。最初にあったんで。よいしょ。いやー、強い。だって、ネクロ、俺もう、ダクネがかわいそうになってくるもん。ね。僕もたまにダクネ使いますけど、やっぱゴールとかで。ネクロ来た時になっても、ね、なんやこのゲームってなっちゃうんで。あー、でこれあれだな。お互いに多分一回ずつ、ネクロが選べんのかな。多分。で、ネクロを上げると相手にネクロが2枚いきます。自分がネクロを取れば11か、相手がくれた場合に2体になるみたいな、そんな感じか。絶対なんかネクロ選べるチャンスがある可能性があります。どんなチャレンジやねん。いやだから、
何が2体選べたら強いんだろうね。そう言われるとなんか結構むずいね。デッキで2枚ってさ、意外と邪魔になるじゃん。だってゴレン2体とか絶対いらないじゃん。でも、なんだろうな、いや、むず2体入れるならミラーでいいってなるのか。でもコスト同じで出せるんだよ。そう考えたら結構強いよね。ホグとかか。結局。ファイスピとかなんかの枠をホグとかにしたら、ホグでトゥントゥンってこう攻めれる。4コス4コスで。あとはバレルか。バレルとかもデッキに2枚あっても強い。あ、プリンセスか。プリンセス、デッキに2枚入ってても強いかもね。そういうことだよね。いやだからもしかしたら今まで知らなかっただけなのか、今回が初めてなのか分かんないけど、そういうモードも増えるのかな。よいしょ。ね、デッキに2枚入れるって結構新しいし、おもろいし、勝てそう。いいね。もうだからネクロメタをいっぱい取った方の勝ちです。でこれもネクロに仕分かれちゃうんで、ぶっちゃけね。まあだからデリバリーも強いね。デリバリーも取った方がいい。デリ、ネクロ、アイゴレ、うん、いやー強い。一生ネクロ出しておけばいいのもん。あとゴレとも相性いいかもね。ゴレネクロ、ゴレネクロ、ゴレネクロみたいなしとけば、フィーバータイム。さあダクネはマジでおもちゃ、無能です。オッケー。さあということで、まあ、ネクロ2枚取れたらまあ多分最強じゃないか。意味わかんないんだけどね。いやマジでさっきあったのよそれが。だからそれできるといいな。さあネクロを完走できるとね、まあそこそこに強いけど。さあ、バルキリーも強いわ。うん、ネクロメタですね。こんなんは 100-0。 ネクロに強いのはやりごぶとスケベで、まあどっちも微妙だけど高回転でやりごぶにしようか。ソロにもいけるし。まあこれもネクロにスケラが弱いんですよ。そんなのでバレる。いや待って、今回選べねえんだな。まあベビーとスクだらもうさすがにベビー。これ全部なんかね良さそう。相手に骨だけ送って、あーでこれ俺もさっき多分こんな感じだったの。そのアイスウィズとネクロだっけ。アイスウィズ、うおこれ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 、ずる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 、相手に2回ネクロのタックが行くっていうやつです。これこれやばすぎるだろ。いやこれはユウの突進させてしっかり遅れてね対応していきます。いやこれですよ。いやネクロ地味に強い。このタックが相手に行くと自分に対策カードがなかった時に終わります。まああればいいんですけど、まあ今回僕はバルキリーとファルチが取れてるっていうか、ファルチくれてるんでまあ悪くないんですけどね。まあだからネクロを取るのも大事だけど、どうなんだろうな。まあ取れるなら取り得。ダクネは取ったら負けですね。なんかダクネに対しての強い話しか今回のチャレンジいねえから、マジでダクネ取るやつはなんかの物好きぐらいしかいないですね。ゴレにね染められてます。脳がゴレに汚染されてます。さあ言い過ぎやろって、それな。さあということでどうしようかな。ダクネマジで邪魔なんだよね。一回も出さなくていいかもね。本当にネクロに対してさ無能すぎるよね。辛い。いやこれどうしようかな。陸行きが絶妙にね。さあネクロ2体、まあ、でも2体も実質いらないのかな。どうなんだろう。めっちゃむずい。なんかねえのかな。同じ2枚デッキに入れられたらめっちゃ強いぞみたいな。さあ守れなくなっちゃうからね。あー分かった、こやこやだ。簡単でした。オーブン2枚にデッキに入れときゃうぜえだろって。4コスでオーブン2個置いてくるんや。バカつくね。よしよし。いやー鎌も強いし、相手にねこの範囲に弱いやつをいっぱいあげたんで、もう範囲に弱いユニットは取らないでください。いやーしかもあの鎌ワンチャン届かねえのか。いや届く。すごいな、すごいなこれ。ネクロ2体持ったやぐらい相手。ちゃっちゃ折らせようぜ。8勝ってね、意外と長いからね。チャレンジってよく5勝とか6勝がある気がするけど、8勝なんでね。パパパパ行きたいね。ゴレダクネ。
ゴレダクネはこのチャレンジ最弱です。まあゴレネクロは強いけどね。なんかでも取るデッキも同じだな、さっきからカードかアイウィズいて、なんだ同じようなカードしか配られねえからパターン化されてる。さあおー、まあこれっぽいから、もうネクロな、ダクネとネクロだけ考えてください。いやーこれめっちゃ悩むな。ムートにしよう、好みかな。あーでネクロとアーチャーはなんか自分がマジですごいね、メガナイト、バルキリー、なんだファルチェとか取れてるなら相手にネクロ曲げていいと思うんですけど、基本的にネクロは取り得な気がする。うわー、ゴブ J にします。バルーンあげたな俺、対空フッ、あーさあこれね、ダクネが多分俺の方に来たら確定で相手ネクロを取った気がするけど、どうなんだろう。ネクロ 1-1? おーい。エリゴラ。こんにちは。こんにちは。懐かしい。なんかあったね。さあ、相手がネクロくれてるか、俺がネクロあげてたら相手にネクロが2体いたっていう。謎ゲーです。最近なんか、クララのさ、運営というか、公式こんなことばっかしてるっすよね。なんだっけ、チャレンジ限定のめっちゃ強いねスーパーユニットみたいな出したりさ、ね、今回のこういうクララだったらありえない、なんだ同じデッキに2枚ね同じカード来るみたいな、いろいろちょっとぶっ壊してきてるんで、そろそろなんか本格的にもっと ぶっ壊れるか、おもろいチャレンジが出るのかみたいな、もっとぶっ壊れる10コスのカードが登場とか、いや出てもいいと思うけどね。やっぱ10コスってさ、出した瞬間本当にコストがないわけじゃんね。だから逆サイマジで何も対応できないし、何もできないわけですよ10コスって。そうだからリスクがあるわけですよね。あでもその分マジでバカ強いとか欲しいけどね。うん、10コス最強。いやこれはちょっとむずいが、エリゴレを美味しく回収したい回。いやネクロゲーです。これ相手もネクロ持ってるからな。なんかネクロミラーってなんか沼対決になっちゃうからな、あんま好きじゃないよね。さあゴブジャイのキングを降りたいのでもう攻めちゃいます。よいしょ、お願いネクロ生きて。ああ神、10コス10コスは両サイ対応できるか。まあ空陸は絶対だな。空陸攻撃できるか、何かを生みながら出るのか、近々出ねえかな。10コスね、楽しみであるよね。9コスも1枚しかいないからね。3子さあ、あやべえ、これ連打して当たった。コウモリになった。さすがにネクロ。わあ、これ悩むね。マジで、アイゴレもネクロに強いし、ゴレも強いんだよ。いやーでも、ゴレネクロバカ強い。でっぽいぞ。これでだってね、相手がネクロ俺にくれるっていう、アホンダラーだったら、もう勝ち確っすからね。いやさすがにか、ダクネマジで邪魔だな。おー、ネクロ。みんなネクロ取るから、いや逆によマジで、さっきも軽く言ったけど、相手にネクロをあげてネクロ2枚相手に行くわけですよ。そしたらまあなんだネクロのガンメタカードでボコボコにするとかも、まあゼロじゃない。ネクロ2枚相手ね、まあでもネクロ2枚相手いたらさすがにだるい気がするな。さあでもこれは相手にちょうど今ネクロがないサイクルのダクレなので、ウィザードマン、ファイヤーおじさん来ちゃったね。辛いね。アイゴラもいてね。やばいですね。なんかこういうのになっちゃうんですね。お互い。いや、だから、結構渋いよね。男のガン無視、ケツゴレ。もう男でもなんでもないんだけどね。もうただただ無視したいだけ。さあ、何の音や。麦わらや。いやーこれマジであれがやだ、ロケットがポイズン打つべきなのか、いや打たないべきです。
ネクロのお尻から攻めていくよ。いいね、頑張ってる。ヒーラー追加。いや、あのアーチャーだけしばけたらな、結構熱いな。アーチャーだけしばきたい。いや、いいエムしてる。いや、待てよ、もう負ける。俺あんまこういうチャレンジでね、負けることないんですよ。あの、イキリとかでもなんでもなく、まあ一回ぐらい多分負けたことがあって、動画に上げたことも多分あるんですけど、マジで、あの、こういうチャレンジではちょっと負けたくないよね、なんか。あー、いや、これはもう守れないので、で、もう、ゴレン出す癖が。さ、まあ、さすがにポイズン。いや、ここポイズンの強み出ますからね。いや、ゴブジェイがさ、えぐい範囲でボッコボコにされてんだけど、そんなことある？待って待って。ゴブジェイマジでイカレすぎじゃない？いやー、これちょっとやばいな。いやー、折れるの熱い。いや、待って。神ロケと見せかけた、無能ロケ。いや、でもこれ、息毒っすね。もう今の間に言っとかないと、相手のロイフグマジできついんで、いや、ヒーラーもいいね。ネックルとかでユニット溜まるからね。ゴブジェイ、ゴブジェイ、走れ、剣詰し。いけ、いけ。いやー、ちょっとなー、鈍いなー。ね、よいしょ。リザード、豚が来ない。いや、でもこのダクネネクロの両サイいいね。さあ、端前ゴレして、もうあとこれ、コウモリとかで、相手のロイフグ守れば勝ちっすね。ポイズン打つべきなのか。いや、冷静に守り。こうやってもう、時間経てば俺の勝ちなんで。さあ、冷静に守っていく。オーケーイ！いいね！まあ、ネクロの沼対決チャレンジと。まあ、いうことで、ネクロに強いカードを取るのと、ネクロを取るのと、かなぁ。さあ、あと2勝！まあ、ゴールドも小銭程度。あ、これがバカ美味しいんですよ。これだからもう、ダグネが理不尽ですよね。もう一回来い。もう一回ネクロ。俺にネクロの選択肢。いやー、ラバネクロか。いや、でも、ラバネクロって微妙だよな。ラバ相手にあげた方がいいですね。いやー、なんかホリデッキになってんな。ホリホリデッキ。いや、空に強いし、ファイボザッピーで相手のロイ死亡終わり。いや、バカ熱いねこれ。いや、ホリホリデッキ。さあ、低めネクロがね、相手のラバーに対してめっちゃ強いかんね。いや、でもこれうざいな。やっぱネクロを上げる人はさすがにいないから、ネクロが11になる。まあ、自分が2回選べたらいいんだよね。それだけ。相手に2回選ばれると結構渋い。で、プリンくれてるってことは、まあ、ウッドかヤナメとか持ってんだかな。どうなんだろう。ああ。いや、どうなんだ。ネクロいるからね。ガゴムレとかはもう絶対取んない方がいいっすよ。何があっても。どう血迷っても取んない方がいいっすね。さあ、ドリル攻める。アイゴレのおかげでね、俺のプリンセスが全部溜まってくれる。さあ、ラバもロイジェイも基本的に溜まるので、まあ、悪くはなそうだけどね。なんかドラフトとかって結構本当にデッキガチで大事なんですよ。もうどれだけ上手いプレイヤーでも、まあめちゃくちゃ実力差あったらあれですけど、多少の差とかだったら、ね、もうデッキで10勝ってれば絶対負けないからね、うまいプレイヤーにも勝てるっていう。結局デッキはやっぱ大事ですからね、このクララとか、まあ、ゲームにおいて。何でしょう、根本的なところね。強いものを使う、強いものを作る、強いものに完成させる、強い立ち回りになるみたいな。よいしょ、とりあえず相性取ればいいんで。とりあえずなんか相手プリンくれたんですけど、プリンがしんどそうなんでね。だからプリンとネクロとかで、俺にプリンあげてネクロ取ったのかな。そしたらプリンセスどうしようってなってる。で、俺のデッキも、掘れるんですけど、地面掘るだけであって、なんか、攻めがね、もうなんか一個ぐらいゴーストとかね、言うのとかある、ああ、でも、ダブルディガー。ダブルディガーで、これ5打っていいな。本当か？打っていく。いや、いいんじゃない？で、しかも
これやばい、対空しかいねえからさ、何でも守れる気がするわね。しかも溜まるっていうね、これ相手からしたら結構地獄。あーでネクロがね嫌ですけどね、しっかりディガーと、まあ、LSP とかでね守っていこうか。でこのファイブはいらないかな、多分なしでも守れそうなはず。守れよ、しっかり守れよ。相手のそのケツラバはマジであの終わりをね告げようとしてる。いやーこれどっち行く、相手の、いや相手のとか、これ左を、あめっちゃうまい、あ待って LSP で耐えたい、ネクロ耐えろ、あー痛いわー、おばちゃんでした。いやマジでめっちゃいい両サイね、おしゃれ攻めができると思ったらいかれましたね。いやーやばい、だからネクロこんな使うことねえからさ、普段変な気分になるよ、ね、さあドリルとディガーと攻め手が牛いねんな。でもさすがにいいね、ナイス。さあ次でスタンプですね。まあ今回のスタンプどういうことっていうね、クラロって化けるとかないじゃないですか、メタモン的なね。これもしかしたら、いやーなんかいろんなキャラに化けるカードが出るとかそういうこと、ワンチャンあるっすよね。だってわかんないですもんね、だってプリンスからロイホグになるっていう、あマザニクってことか、あわかりましたね、マザニクってことだ。いやこれちょっと悩むな、ネクロ取り得なんですけど、マスケって結構強いんですよ、ネクロとかに。だから今回ちょっと初のネクロを相手に上げてみます。あーやばいこれ、あーこれエリゴでも上げたらやばいかな。いやでもエリゴで取るの嫌なんでエリゴで上げます。あーロケかな、エリゴでネクロをロケでしばく。でこれで相手がネクロを自分で取ってると、いやまあ取ってそうですね、相手ネクロ2体います。いやガゴムレシビーよいしょ。すんごいなんかなんだこのデッキって、悲しいデッキしてるね俺。マジでやばい。これやばいな。いやでこれ多分ねすぐロケは打たない方がいいな、多分ネクロもう1枚持ってて。ネクロもう1枚持ってるって考えるとやばいな、何もできなくなっちゃうね、スパーキーとかも。結構渋い、これガゴムレだったな、もしかして負けのお知らせ、おとなしくネクロ取るべきだったか。いやそこじゃねえな、今回失礼の。いやこれでいくともう一回ネクロ来るって考えたらさ、クラロはやれねえな。ねスパーキーにロケット打ったけど、いやもう一回スパーキー来るんかいってなるっすもんね、まあ、それ考え始めたらもう切りないですからね、手札把握とかも。あでもこのマスケは結構いい気がするな。さあ美味しいサード降ってきましたね。いやあれをねどうするかなのよ。まあ冷戦にネクロいないならジャイダクネだよねっていう。ああいるんだよねでも。このモードだといっちゃうんだよね。ああマジで。それ厄介だねマジで。このモードだと普段ありえないことがあるから。いやめっちゃ綺麗な防衛するやん。本当だったらもうボッコボコよこんな。ね、ウィザードとか出てこない限り、いや助けてほしいなこれ。もう一発、いやー強い。さあもう常にネクロいるからジャイダクネはもうダメですね、まあ、今ワンチャンガゴムレぶっ刺すはありな気もしないことはない。ネクロ、いやでもこれネクロをしばけるんじゃない。あーすごい、すごいことできちゃった。ちょっと待てよ、これ端前リゴリ来るんだ、端前リゴリを溶かすようにロケッティーナー。ああまあこれはね打った方がいい絶対。さあでどうしようこれ、410はロケットで削れるんで守ります。はい守りでガチで勝ちに行こう。チャレンジ負けるのはちょっとやだかんな本当に。いやーまあ、ロケ考えるしかないよ。こんな。こんなもんロケ打ってってことやん。ね。いやー、渋い。端前試合で、さすがに勝ったかな？止まんないでしょ、こんな。いや、相手の、こっちにコストを使わせつつの、んー、おー、みたいなね。
おシャンティ、おシャンティ攻めをします。さあどちらを守るお主。いやさすがに左かこれ。あれなんかめっちゃ微妙な攻めになってる。よいロケットでフィニッシュ。なんなら両時、ああ両サイド同時落としできるか思ったけど、オッケー。さあグッドゲームということで、まあ多分マザネクのスタンプでしたね。プリンスが上がるっていうのがびっくりしたんですけどもね。せっかくならね、変身カードとかね、ちょっと今後の新カードにも期待ということで、皆さんもね、このネクロドラフトチャレンジ、運命のリテクやってみてください。チャンネル登録お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。